今日もほんまに怒りで、お志と怒りで、すでにもう疲れていらっしゃる方も多いかと思いますけれども、お志を一緒に咲いていらっしゃる皆様、改めましてこんばんは。こんばんは。そしてせせら笑うようなやつらに対しては、青たれの意味のこんばんはやで、人類は動物だ、お前らだって動物だよ、通りかかりの皆さんも動物の一つです、自覚しましょう。今朝日付が変わりまして、皆様もすでにご存知であるかと思いますけれども、マレーシア航空 MH17 便の墜落事件、撃墜事件が報じられておりますけれども、日刊現代では国際社会一触即発、原因めぐりアメリカ、ロシアとも非難の応酬、世界経済も大混乱という見出しで A 版は出ておりました。で、 B 版ちょっと変わってるかもしれません。で、実はそのマレーシア航空の17便なんですけれども、ちょっと私旅行会社で携わってまして、航空会社の予約端末をちょっと見てました、見て、でちょっと補足したい点がありますので、ちょっともうこれは重箱の隅にはなりますけれども、補足でちょっと お話しします。実はこのマレーシア航空の017便は、アムステルダムからクアラルンプールに向かう便でありまして、実は一社マレーシア航空が運航する便であるんですけれども、提携する、要するに他の航空会社の便名で売ってる、販売している便があります。それは KLKLM オランダ航空、オランダの会社です。で、実はそのオランダがすごく気にかけてました。オランダ国籍の旅客が多いというのはありますけれども、またもう一つ側面としては、実はオランダ、その KLM がオランダ航空が販売している便ということもありまして、オランダ政府が非常に気にしている側面があります。要するに世界的にもう他の航空会社の便名で、他の航空会社が売る便で航空便を販売している傾向が非常にあります。日本もそうですけれども、実は今回のマレーシア事故が起きました、マレーシア航空の事件の17便です。マレーシア航空の17便、ものすごい残念な事件なんですけれども、実は他の航空会社 KLKLM オランダ航空にも、の旅客もいらっしゃるということで、KLM のサイトにも MH17 便の件をトップページに載っております。マレーシア航空はもちろんです。ワンワールド、航空連合のワンワールドも一応は、トップとして挙げています。ちょっとこちら補足でありました。このそうですね、この撃墜かっていう乗客が全員死亡ですね。これは全員死亡です。残念なことに、これでひょっとしたら死の商人なんか狙ってんちゃうか。これで一つ また戦争が起きてしまった時の問題点がこれで分かったんちゃいますか。要するに他の第三国とか、要するに航空機、船舶と行き来する旅客、貨物、要するに荷物とみんな巻き添えになるってことや、戦争になったら。荷物は届かない、いや人が来ない、殺された、そしたらどうする。
も持っていない、要するに丸腰状態の、丸腰状態の人間、荷物等が乗っている状態、それを殺すことになる、要するに人道違反や、人道犯罪や。ちょっと長くなりますけれども、演説。おう、外務省、外務省へまず行く、外務省へ行こう。お前らな、勝手にな、戦争な、したがることすんじゃねえよ、悪い。細かいことな、すり合わせる、要するに、根回しもそうやけど、話し合う、対話することが大事ちゃうか、こら。確かに、カウツナギのパーティーは必要でしょう。しかし、そればっかり走るんじゃねえよ。派手なことばっか目向くんじゃねえ。地道に情報収集しろ。そして市民生活のことを外交面からよう考えろ。続いて一つ、農水省よりもう少し先の省庁、法務省に言う。こっからは届かないけどな、法務省よ。戦争したがりの法律を作るんじゃねえよ、あれ。強制送還チャーター機でやるんじゃねえよ。法務省こそ人道違反、法務省こそマフィア犯罪者や。そうだ、全てがマフィアや。そんな法務省にお前ら仕事する資格ねえぞ。財務省、財閥となりよって結託すんじゃねえよ。戦争するための予算なんか組めじゃねえよ。もう仲間は戦争するための予算組んじゃってんじゃおうか、お前ら。よく考えろ。続いて文科省、おい、愛国しよう、出すんじゃねえよ。ねじ曲げんじゃねえよ、子供がかわいそうや。マンスを殺す気か。人間の心を殺すんじゃねえよ。そんな政治すんな。どうせな、財閥のためやろ。よう考えろ。そして日本郵政の皆さん、本当に赤紙とか送らないように本当に止めていただきたいです。もう先あの民営化でサービスが悪くなった。確かにゆうちょも確かに儲けすぎの面はあるかもしれないけれども、でも全国津々浦々にやらなければいけないサービスをしなければいけない。だけど今それがそのサービスを意図的に減らされてんちゃいます。もうここは今戦争が近づいてきてしまっている。そのことを踏まえれば戦争やめよう、赤紙なんかやめよう、そういうことを声上げていただけませんか。可能であれば我々と全てが連帯できるわけではないんですけれども、どっかで連帯していきましょう。お願いします。そして経産省、
そして新興財閥のいないでしょ。そんなんすんじゃねえよ。あれ今日結構本当にもう情報もたくさんですけれども、あの銃弾的自衛権もそうですし、あと実はヘイトスピーチをやめさせるためのために活動している人が不当逮捕されたというのもこの週刊金曜日7月の6日の行動の件で載ってました。タイトルは排外主義者に抗議で逮捕、差別は野放しかという話です。早稲田の7月6日、ちょっと私がこの日は祭り出てましたけれども、内科の祭り出てましたけれども、早稲田ので排外主義者デモをやめさせようという運動を関わってきた方が不当逮捕されたということが載ってました。実はこれは全然報じられてません。この早稲田の場所なんですけれども、どうもこれは日本キリスト 教会会館、日本キリスト教団などプロテスタント教団などが入っているビル、この辺りを狙ってたんじゃないかということが分かりました。もういろいろありすぎて、もうはっきりもういろいろありすぎます。怒るべきばっかです。ちょっとスピーチが長くなってしまいましたけれども、ここでもうまた改めて怒りに関しては、どんどん消していきたいと思います。皆さんももし抗議の方法として一つ、ちょっと祭りで使っているセンスっていうのもあります。もしなんかデザインができたら、祭りのセンスを使って抗議の一筆を書いてみるっていうのもありなのかなっていう気がしますけど、皆様いかがでございましょうか。ツイッターご覧の皆様いかがでございましょうか。私でしたら人間は動物だっていうことをちょっと書いておきたいなと思います。では長くなりました、コールします。私も人のこと言えません、北朝鮮のことも言えません。我々は結局はそれを働きつつもそう思うしか我々は生きていくことができないんじゃないかと。でもその気持ちだけはちょっと持ち続けたい。戦争なんかいらねえ。ありがとうございました。